条第1項第2項の全文です。これを、まあ、前のチームが読み上げたので表示するだけにします。それではその基本方針について紹介していきたいと思います。一つ目が専守防衛です。前のグループでも紹介されていましたが、相手から武力行使をされたときに初めて防衛力を行使するというものです。これが憲法の方針にのっとった受け身的な防衛戦略の姿勢となっています。次に軍事大国とならないということです。どのような国が軍事大国かという明確な定義はありませんけれども、外国から脅威と受け取られないような必要最低限の自衛力を持つ組織として自衛隊が存在しているということです。次に非核三原則です。核兵器を持たず作らず持ち込ませずという国の方針ですけれども、この非核三原則という点と、もう一つ、1976年に日本が批准した NPT 核拡散防止条約という、点からもこの日本の非核兵器国としての役割は、定義づけられています。最後に文民統制シビリアンコントロールです。これは憲法第66条2項におきまして、総理大臣及び各国務大臣は文民によって構成されなければならないと定義されています。太平洋戦争に至る過程において軍部が暴走したその反省を踏まえてこの文民統制のシステムが作られています。ただこの文民制度については国民が防衛に対して深い関心を持つことによって完成されるものなので、その必要性があるということです。自衛隊の活動は自衛のほかにも災害派遣が挙げられます。自衛隊は災害が起きたときに国内国外問わず派遣されています。まず国内で災害が起きたときに派遣された例としては、2004年10月23日に起きた新潟県中越地震や先日起きた奄美豪雨などがあります。国内で災害が発生した時の自衛隊の活動は、行方不明者の捜索や障害物の撤去、人員物資の輸送などが挙げられます。海外で自然災害が発生した時に自衛隊が派遣された例としては、数ヶ月前に起きたパキスタン洪水などが挙げられます。海外で災害が発生した時の
自衛隊の活動としては医療防衛などの緊急援助活動、物資の輸送活動などが挙げられます。はい、わかりました。まとめてください。まだ行ってます。飛ばせるところ飛ばして最後まとめます。飛ばせない結構大丈夫。飛ばせないいいですか。さらっと。次はビデオです。これは一つの活動の例をして、例として挙げます。平成15年の7月10日から8月18日に行われあまでに行われた TKO 活動ですが、これはイラク派遣と大体皆さん知っていると思いますが、これはイラクの隣国であるヨルダンに、イタリアのブリンディシ空港というところから、そこに支援物資があって、そこから約 2000km 離れているヨルダンのアンマンの空港に物資を運ぶという業務でした。この支援物資を運ぶ作業が、PKO 活動でした。はい、次、高めです。調べた結果、思ったよりも軍事的な存在ではなく威圧感もないのではないかと思いました。そして自衛隊の活動は思った以上に幅が広くて広かったです。主張としては自衛隊は合憲だとは思いますが、どこまでが防衛力かそうではないかしっかり見極めて自衛隊の見極める必要はありますが、自衛隊の活動自体は否定するべきではありません。戦闘、実際に大きな戦闘もしてなく、その本格的な戦闘はしておらず、むしろ災害支援など、その人道支援というか、誰かを助けることの方が、比重が大きいような気がしたんで、私たちは自衛隊を肯定します。以上です。はい、ありがとうございました。